原子力自動車とは、動力に原子炉を利用する自動車。1950年代以末に、各社から相次いで発表された。船舶、航空機など様々な交通機関で、原子力推進が研究されていた1950年代に、検討されたものであったが、経済性や安全性など、初般の問題で実際に制作されたものはない。1 9五十年代頃。 自動車の動力といえば来年期間によるガソリン自動車、ディーゼル自動車、トロリーバスのような電力による電気自動車などがあった。当時は原子力には輝かしい未来があると信じられていた時代で、原子力飛行機や原子力機関車のように現在の感覚からすれば、滑稽とも思えるような用途への適用が真剣に検討されていた時期であった。そのような時代だったため、 フォード社で提案されたフォードニュークレオン等の一連の原子力自動車の構想は当時としては得意な発想ではなかった。しかし50年代の技術力では自動車の動力に原子炉を利用した場合に発生するエネルギー変換や排熱などの問題を解決することは不可能だった。他にもクライスラー TB-8 のような軍用車両への適用も検討されたが いずれも実現には至らなかった。やがて原子力の負の側面が顕在化すると提案されなくなった。2009年のシカゴオートショーではゼネラルモーターズがトリウムパワーを搭載したワールドトリウム燃料コンセプトを発表した。フォード FX アトモス1958年に発表された。アーベルシンメトリックは1958年に発表された。 シムカフルクルは1958年に発表された。スチュード・ベーカー・パッカード・アストラルは1957年に発表された。フォード・シアトリティ21は1962年に発表された。ありがとうございます。